みんなでこうガッツ出したらみんなテンション上がってくれて、まあ、あれのおかげで上がったのかどうかわからないんですけどそんな思い出もありましたね。確かに本番は何事もなく終わりましたよ結局。でもライブってやっぱり生ものであって、その時その時のやっぱり感じ方だったりそういったものがあるからライブってやっぱり面白いんだなって思うんですよ。だからやっぱりそういうものはつきものですよね。だからそこでさっきも言ったけども、そのトラブルで一番うろたえちゃいけないのは俺なのかなって常々思ってるんですけど、今日はさっきまでマッサージしてたんで握手をす、俺の男前ってとこ見せてやるんですね。俺はマッサージ受けてないんで今日はちょっと体が動かないけど気合で乗り切ります。ジャンプだ、ジャンプだ、気合いやつを、ああ、とか、行くよ、キャッチャー、新しい、かわいい、ロックの神に感謝。いやいや。まあこういうのもロックの神のいたずらなんで。よかったなお前ら、あんま見せないからこういうのは。右に向いたぞ、右向いたぞ、右出してるしょ、疲れるよ、そのくらい、あ、すごいすごい。ファンも多分そのどういう二類がこうライブで繰り広げられていくんだろうっていうのは楽しみだったと思うんですけど、それ以前にやっぱ自分が一番楽しみだったんで、なんつうんですかね、自分たちが見せてるんだけど、そのやっぱ自分が一番そのどうなっていくか知りたいっていうのが一番あって、もう要はもう子供みたいなもんじゃないですか曲なんて。それがもうちょっと自分は親みたいな気持ちでこう育てていったんですよライブで。実際そういう気分でやってたんで、特にだからやっぱ最初はシリーゴッドディスコとかはもうなんかいろいろ持ってき場所困ったりして、でいろんなとこで試しては本当子供みたいな感じだから、最後まで見捨てないで育てていこうみたいな、この位置で突き通すみたいなやってやっていくうちにやっぱそう曲が育っていくんですよ。やっていくうちに自分でこう、あ、こういうなんですかね、見せ方をすればもっとファンもみんな楽しめるみたいになってきて、だんだんそういうのを掴んできて曲が成長していくのが
すごい楽しかったですね。思いっきし煽ってカウント始まってベースだけで弾くところで音が出なかったこととかもあったんですけど、逆に今はそのトラブルがちょっと美味しいっていうかその後何か言ってやろうみたいな。あの大阪に引き続きあのロックの神のいたずらです。あの俺のベースがあの少しでもみんなと長くいたいらしい。次は本当に行くぜ。行くんかい、行くんかい。昔だったらとにかく音が途切れるの怖くて、トラブルが怖くて、頼むからこうトラブんないでくれとか思ってたんですけど、ツアーやってるうちにまあトラブっても何とでもなるし、音出なくても実際盛岡でライブはできたわけだから、その辺がこうちょっとタフになったっていうか、肝が据わったっていうか。お前がベースだった時じゃないの。そうそう、ベースがまだ帰りたくねってみたいなこと。俺超名言だった。そしたらさ、あいつらさ、アハハみたいな。てかお前さ、ネックレス落ちてた。あ、ネックレスがない。あ、落ちた。そういえば、でも大丈夫、ステージ落ちたから大丈夫。俺とりあえず踏んづけてた。お前さ、そう、いきなり下降りたべ。俺あの時大丈夫かなと思ったんだ。俺落ちた、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 落ちたのあれ。あ、そうなんだ。誰が突き込んで降りるか。あ、降りたのかと思ってさ。え、なによく倒れなかったの、あんなの。スモークないんだよ。BSC って全部仙台でやってる。いや、見ました。ガゼットのメイクルームにちょっと、メイクルームにちょっとお邪魔したいと思うんですが、パンツがいいんじゃないですか。まず、まずは、葵くんです。うちの下手ギターやってます。見て。いつもこうやから許されなかったんですね。準備中なんですけど、レイタ君、ルキ君、後ろ姿で失礼しますと。でも友達になってるから、いいかなって言われて。ということで、そんな感じで、ガゼットルーム、まあこんな感じでね、すごく雑な、すごく雑な感じに、紹介してきましたが、これがガゼットです。これがガゼットです。あれ、よし、じゃあ今日はある日東北のツアーファイナルみたいな、じゃああと残り2本このライブを、札幌リオン東北のファイナル、ほら、青森とか山形です。札幌は？札幌は北海道。あ、東北じゃないですね。
そうだよ。病気だよぐらいまで言われましたからね病気病気って言われて、でもあれですよ、感謝してますよ。まあそれ忘れ物に関してだけじゃなく、まあそうですね、いろいろとこのツアー感謝してます、うん、あーってこと。これはさ、お客さんとかその人で売り物に入ってたらさ、その人たちは入るわけじゃないラーメン食ってますけど大丈夫ですかっていう、入らないよ、大丈夫入りますよすごいマジすごいなっていう、うん、偉いっていうぐらいすごいっていうかアーティストですよね、やっぱりみんな大活躍です。 DLN はミラーボール、あ、そっち合わせちゃいます。ドラムのフィルの後、ブラックモラル、まず最初の犠牲者、それ誰の、これは某クックンです、某ケイシコとクックンです。かっこいいね、ちょっとかっこよくて羨ましい、うん、黄色だからね。で今これ蓋開けて、カバン開けた、あ、開けすぎて使うじゃないですか。これいいよ、こうしてるよ。ちょっとこう斜めにね。あ、やべえ。大丈夫だって、はぶってたから。うわぁ。もうかぶったよ。時間の問題だよ、離すな。
絶対時間の問題。さっきなんか悪いのって言ってた。呼び出してもらっていいですか。みんな、なんか俺がこんなにも変ですけど、あ、好きなんだな俺らのことがっていうような、うん、本人たちも言ってくれてるし、うん、それやっぱ嬉しいなっていう、うん、スタッフさんありきでやっぱバンドって動けると思うし、うん、そのしてもらったことに対してはやっぱ俺らもそのいい景色を見せたいっていうのでしか返せないかなと思う。いやちょっとこの間ゴーストリングでチューニングするときにちょっと焦ってて焦って緩めてたって、そういうアクシデントもあるからご了承して焦って俺ずっとどんどん緩めてってんだよ。それさ気が動転しすぎやねん。今日報告なんですけど、このさ DVD になります。イエイ。マジ DVD になります。マジカミングスーン。オーライ。Thank you.
来てる。来てる。いける。じゃあ行きましょう。はい、明かりお願いします。はい、どうぞ。あ、出ちゃった。最初客がハンドボン入ってない時は思ったよりでかいなっていうのがあって、会場はステージがそんなことなくて、意外となんだいつもとかあんま変わんないじゃんっていう、だからあんま緊張しなかったですかね。なんかやべでかすぎるよこうみたいな変な緊張感はなくて、でもこうガーッと席を2階席とか1階席を歩いてて、なんか すごい眺めてか、俺らが昔見に来てたとこだっていう実感が湧きましたよね。あの時は感動というか光栄というか、なんか4年ぐらい4年ちょい頑張ってきてよかったな感が今まで長かったツアーの最後ってことで、全然実感が湧かなかったっていうのがまずありましたね。最初にリハ始まっても本番始まる前までは緊張とかしてて、でもなぜかやっぱそのロングツアーだったからなのか、本番が始まったら自分がガラッと変わったのがすごい今でも覚えてるんですけど、でも一つだけ確かなものがあって、ここまで来たのは俺たちの力なんだって、まあ、俺たちのガゼット、もちろんファンの子もですよ含めての、俺ら5人だけじゃなく、でも確かに歩いてきて来れた道、来れた場所なんだなっていうのは、やっぱ武道館っていう名前が、まあ、やっぱ昔からすごいと思ってたから、武道館でやる人たちはすごいと思ってたから、まあ、俺らがすごいバンドかは分かんないですけど、まあ、でもそこで先輩方が立ってる場所に俺らも立てたっていうか、それがやっぱ一つの誇りになったっていうか、励みにもなったっていう、やっぱその一つの目標だったから武道館っていうのが、誰でもそうだと思うんですけど、いろんなところでその
武道館は通過点ですとかって言っててもやっぱ思い入れっていうかそういうのはやっぱあるから、うん、感動ですね。はい、消してください。はい、お願いします。